スヌーピーの一番くじアイスクリームメーカーを開封します。まずは説明書です。今からイタリアンジェラートを作ります。材料を説明します。牛乳 150ml、 生クリーム 35ml。 生クリームは説明書では、乳脂肪が 45% から 47% のものをおすすめしますとありますけれども、買いに行ったスーパーでは40% が一番高かったので今日はこちらを使います。次、スキムミルク大さじ1、グラニュー糖 25g、 バニラエッセンスが1から2滴以上です。ではバニラエッセンス以外の材料を鍋に入れていきます。牛乳がまず今入りました。スキムミルクです。お砂糖です。そして生クリームが入ります。そして、火にかけてグラニュー糖を溶かしていきます。はい、グラニュー糖はしっかり溶けました。ここで一旦鍋を下ろしてバニラエッセンスを入れます。出るのかな？出ない。ちょっと待って、どうなったっけ。ちょっと待ってね。あ、ハサミで切るんだって。チキン、いきます。ちょっと出してみようか。2滴入れました。よし、ちょっとこれで氷水に冷やします。では氷水で、氷に冷やします。ちょっと粗熱を取ります。でははめていきます。ここから投入口になりますので、このくぼんだところにしっかりはめて、ここにこの攪拌バーを刺していきます。よし、で動くとこんな感じで回転します。スイッチオン。素早く投入とあります。素早く投入、素早く投入、素早く投入完了しました。あとは
ら20分回転して、出来上がるみたいです。待ちます。ってないですけれども、こんな感じでジェラートっぽいできました。ちょっとじゃあ器に出してみます。ちょっと塊は緩いけど、でももうちょっと材料を、しっかり冷やしてアイスクリームのこの容器の中に入れた方がいいということは分かりました。よし、こんな感じです。ミルク、あ、ごめんなさい、イタリアンジェラートできました。ではバニラアイスクリームを作っていきます。材料は、牛乳 50ml、 生クリーム 125ml、生クリームは乳脂肪が 45-47% のものをおすすめしますと書いてあります。でも、私が買ったのは 40% で今日は作ります。卵、卵黄ですね、卵黄小さめのものが1個、砂糖が 30g、 バニラエッセンス 1-2滴以上です。ではボウルに卵と砂糖を入れて、泡立て器で白っぽくなるまで混ぜていきます。だいぶ白っぽくなってきました。ではここに、牛乳と生クリームを加え、バニラエッセンス、あ、混ぜます、ごめんなさい、一旦これで混ぜます。バニラエッセンスを1滴、2滴で、またよく混ぜます。音が溶けてきましたね、音がだいぶ、いい香り。さあ、これでしっかり溶けたので、この材料をボウルのまま冷蔵庫でこの後 2-3 時間冷やします。ではスイッチをオンにします。オンにしてから、バニラアイスの素を入れます。素早く入れると書いてありますので急ぎます。あ、これは3時間しっかり冷やしました。さあ、またこれで、5分から20分ぐらいカットシャンさせて待ちます。だいぶ固まってきましたね。ちょっとこうとろっとした感じで、シャーベットになるので、もうちょっと待ちましょう。ちょっと中をライト当てて見てみましょう。ね、だいぶ来ましたね。今で初めて10分経ちました。もう少しですね。
あ、あと4秒。2、1、よいしょー、たなー、開けてみます。ん、ん、よし、おー、来てるけど、でもそんなには硬くないのかな。こんなもん。よいしょ、ちょっと待ってね。うん、そうだな、シーク、バニラシークって感じかな。よいしょ、うん、これで一回凍らせた方がいいのかな。器に入れてちょっと凍らせています。20分経ってこんな感じです。アイスクリームメーカーだけだとしっかり凍らなかった、固まらなかったので、両方とも一旦冷凍庫でしっかり固めました。でこっちは、ミルクジェラート、イタリアンミルクジェラート、こちらの方はバニラアイスです。味見しましたけれども、とっても濃くて美味しいアイスになりました。ジェラートの方もミルクの味がしっかり濃くて美味しかったです。のバニラアイスの方は、新幹線の中で食べたバニラアイスの味に似てて濃くて美味しいです。